て3ヶ月なんで、まあこんな感じで、給油はもう7、8回しましたかね。そんな感じの状態での燃費ですね、はい、で私の場合も昔ながらも満タン法で測ってるので、まあ、自分的にもそれが一番納得できるし、まあ正確なのかなと思ってるので、それをベースに話するんですけどね。で今のところ、3600キロ乗って、最高燃費と、最低燃費とあと平均燃費、まあ、これだけ、言えば、まあ、大体目安になると思います。最高燃費なんですけど、今のところ14.1kmpl ですね。14.1 ですね。を走りました。まあこれはその以前トバに行った時、まあ往復で1000キロ近く走ったんですけど、その時に出した燃費ですね。ほとんどが高速走行でした。したらもっと伸びる可能性あるんですけど、その時はまあ大体そんな感じでした。新東名も走ったんで、まあ120キロ走行の区間が結構あったっていうのもありますね。120キロ走行で燃費が100キロに比べてどうかっていうのはちょっと何とも言えないんですけど、まあそんな感じで 14.1 でした。で最低は、今までの最低はですね、8.7kmpl ですね。10、1回だけですけど10いかなかったですね。これはもう街乗りで、短い距離走った時のデータなんで、まあちょっと誤差が多いかもしれないですけど、一般道で150、60キロ走って給油した時があったんですけど、その時は 8.7 でした。まあ、それも含めて今3600キロ走った時点での平均燃費はですね、12.1kmpl ですね。 12.1 です。どうですか、 2.8 リッターでこれ2トンぐらいあると思うので、重量12走ればいい方ですよね、平均でね。多分私の場合ここまで割と高速走行がね多かったんで、ひょっとしたら半分以上は高速だったかもしれないですけど、まあでもそれでも 12.1 が平均ってことですね。どうでしょう、ちょっとガソリン車乗ってる方はどんな感じかわかんないですけど、ガソリン車でも10超えるのかな、平均するとちょっとわかんないですけど、まあでも軽油のがね燃料が安いん